対話のある生活を。こんにちは、ダイアログデザイナーの島津です。ダイアログデザイナーとは、ダイアログ、対話、デザイナー、デザインする人、つまり対話をデザインする人という意味です。今回はカクテルは対話だというお話をしたいと思います。僕はダイアログデザイナーとして活動していますが、対話について考え始めたのはバーテンダーというお仕事をしていた時が始まりだったような気がします。僕はとある小さなバーを営んでいまして、実際にカウンターの中に入って毎日カクテルを作ったり、お客様に接客をしたりしていました。カクテル作りっていうのはめちゃくちゃ面白いんですよ。これはあらゆるお料理に言えることだと思うんですけども、カクテルというのは基本的に複数の材料をミックスさせた飲み物なんですね。よくドラマや映画でバーテンダーがシェーカーと呼ばれる入れ物に材料を入れてシャカシャカとシェイクをしているというバーでの風景を見かけることがあると思います。例えばバーテンダーになりたての人っていうのは、上質の材料、値段の高い材料を使えば味は美味しくなると思い込んじゃってるところがあるんですね。でもね、上質の材料を使えばいいカクテルになる、美味しいカクテルになるとは限らないんですよ。例えばサイドカーというカクテルがあります。これはブランデー、それからコアントローというリキュール、そしてレモンジュース、これらをシェーカーの中でミックスさせて作ります。バーテンダーになりたての人は極上のブランデーを使えばより良いサイドカー、とっても美味しいサイドカーができると思い込んじゃってるわけです。先ほども言いましたが、カクテルというのは複数の材料を掛け合わせた飲み物です。だからそのブランデーがたとえいいものだったとしても、他の材料とのバランスが良くなかったら風味を損なってしまうんですね。このことに気づいた時に、僕はカクテルの世界に魅了されました。これ逆のことを言ったらですよ、そこまで高価じゃない、そこまで上質ではない材料を掛け合わせてみる、それらのバランスがマッチした時にとびきり美味しいカクテルが出来上がったりもするんですね。つまり材料同士がお互いの良さを引き出し合って、お互いの短所をカバーし合って、さらに良い味をしつらえる、こういうことが起こるわけなんですね。材料同士を掛け合わせるという工程が入っているわけですから、単体で味わうよりもどこかプラスになっていなくちゃいけないっていうのは基本的には僕は考えているんですね。単体だけでは味わえないような世界っていうのを作り出す、材料を掛け合わせて一体化させたスペシャルな風味っていうのを引き出していくっていうのがバーテンダーの腕の見せ所だと考えています。だからそれぞれの材料の性質っていうのをよく知っていなくちゃいけないし、お互いがお互いを補填し合う、引き出し合う、支え合うような関係性っていうのをシェーカーの中で作っていかなくちゃいけないんですよね。これってとても対話的ですよね。このチャンネルで今までいろいろとお話ししてきましたけども、合気道の話もしましたよね。あなたがいて私がいて、そして第三の体、あなたと私が一緒になった体がある。これも、言ってみたらシェーカーの中の材料が掛け合わさったスペシャルなカクテル。だから対話っていうのはどこまで行っても共同作業であり、私だけだったら成立しないものなんですね。私がいてあなたがいるからこそ、さらにより良いステージ、より良い関係性を構築していく、そういうものだと思っています。はい、ということで今日はカクテルは対話であるというようなお話をさせていただきました。本日も最後まで聞いてくださりどうもありがとうございます。もしよければ下の方にハートボタンがありますので、ちょこんと押してあげてください。それではまた明日。